こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ドラゴンボール2大魔王復活の第2回目を始めていきたいと思います、今占いババの宮殿にいますね。ここから先へ進めていきたいと思います。Twitch で、配信を行っています。 Twitch ぜひアカウントフォロー、お願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。 そして続いて、YouTube に、アーカイブアップロード予定です、2日後19日の21時頃にアップロードいたしますのでぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。This live archive、my YouTube channel upload two days after my YouTube channel subscribed and good button please、旧 Twitter である X のアカウントを持っています。ぜひご覧ください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX my account pleaseビジット&アカウントフォロープリーズ&ポストリポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきますか。今が占いババアの宮殿ですね。どうやって行くんだろう。とりあえずまず占いババアに会わないといけないですね。なんとしても会いたいと、会いたい。お化けだ。入りましょう。あ、占いババアいますね。何？少々お待ちくださいしか言ってくれない。入ってどうぞ。とりあえず何もここ今回は無理なんで一回出ないといけないみたいですね。出ましょう。まあ欲深いな占いババア。出ましょう。カメハウスに戻る必要があるみたいだな。なんか右なんだろう。いけるんだ。敵。はい、テープ。あ、まだ死なない。強い。
レベルアップです。しかも専属が持って回復か。全特化へ。いいですね。ギリギリ。30もアップした。どうなるんだこれ。前頭から。あれ、なんか入れないの？入れないみたいだ。まだ薄くなってるから入れないのかもね。修行が多いな。いいですね。修行多いな。まあちょっと相手のカード量が高すぎた。敵です。決まった。あの左二重残像剣倒しましたね。どこにカメハウスってどこだっけ。あ、敵だ。まあ高い状態に維持してた、まあ負けないですよね。一撃で殺し、あ、あかんあかん、今悪いことを言ってしまった。じゃんけんだ。じゃんけん勢い弱いんだよな。あ、でも倒した。ここまで順調ですね。全特会。チャンス？この大魔王。まあ、普通に高い順から。勝った。5しかないからな。また敵。あ、負けた。お、ナイス。こう一貫しました。3しか、うん、弱いやん。なんだこのハッシュ剣って。ヤマタノオロチみたいな感じかな。54。あ、なんだ、1か、一番弱いんやよな。まあ、余裕だ、脇持つ。1枚でいい。OK。順調です。3。敵ばっかりやな。決める。やっぱり二重残像剣。うん、60。あんまりここ経験値稼げないからな。
カメハウス戻ってきた。また敵。1枚。まあ、普通にやっても簡単に倒せますよね。で、2で。ポイポイ活性取っておきましょう。海賊の宝を持っていく。海の中の洞窟にある。そうなんだ。後ろって、あ、ブルマンや。プーロン大変。あ、どうやら やれることはどうも少ないみたいだよな。じゃあもう、海底洞窟行くしかないですね。あ、潜水艇なんだ、今回は。操作しにくかった。一瞬どうやって右下行けばいいのかなと思った。敵か、嫌だな。撮影決めたいが、うわ、負けた。おお、やばい、ちょっとやば。あ、と思った、レベル3か。ちょっとしばらくは待っとこう、いいカードが整うまでは。あんまりカードが良くない。レベル4の遅れやから強いよな。 OK、 また負けた。 連続攻撃を食らった。あ、でもかわした。また負けた。さすが、あ、おお、これでカードは変わった。息決めたれ。20怒りやか。うん、いいんじゃないかな。外れか。全部か。あ、なんや、レベル1やんけこれ。OK、 陣形決めます。どうなんだろうな、もう行った方がいいのかな。洞窟に到着となります。
解体洞窟迷路になっているみたいですね。壁入る。進むしかない。え、なんかフラグ、スイッチ押すとなんか積んじゃうとかいうオチじゃないよな。まあでも押したくなるのがスイッチだからな。照明だったか、よかったよかった。さらに進むとなんか変な、やばいやばい、飛べるものに化けて向こうまで行けばいいと思ってますね。進むと死ぬよな、間違いなく。多分あのもうバーベキューの串になっ、バーベキューじゃないけど、あの串刺し肉になっちゃうよ。ジャンプー、悲鳴ってなんだろう。同じだよな。これでブルマいなくなっちゃったの？戻ると死にそうだよね。バカすぎる。さっきのとこからやり直します。戻ってもダメなんだ。さ、行きますか。入ってどうぞ。で、まあそういうんで引き上げて、いや、間違えた。1枚
それでもいいよ。剣の方が良かったかな。敵だ。レベル1じゃん。あ、負けた。おお、やっぱりレベル6だったら強いですね。お、勝った。ちょっと厳しいな。あー、ダメでした。ダメでした。カードの配分が悪い。うん、こんな感じかな。勝った。残像剣。レベルアップか。レベルアップ。ちょっとパスワードを。まあまだいいか。か、一回で勝負つけよう。ハッシュ剣。ハッシュタグじゃない、ハッシュ剣。ちょっと時計合わ。嬉しい。地味に嬉しい。全国都会。ハッシュタグ。オッケー。です。これは嬉しいよね。で、カメハウスに戻ってきた。で、おこいこいバスを取る。バスは何もない。じゃあ出ましょう。コイコイ達成を使って出発です。4ですね。結構強い。よしよしよし。まあ敵は基本的に一撃でやるようにしましょう。その方が修行もアップしやすいしね。ヤジロベーだ。ヤジロベー好き。まあ、しゃあない。
訓練がいい、特訓がいいんだがな。着きました。ちょっとお待ちください。ではやっていきましょう。再度海底洞窟へ到着ですね。今度はちゃんと串出し、バックして串出しにならないようにしましょう。ないじゃないの。ジャンプ。今どこなんだ。あ、何回もこれがあるのか。とりあえずブルー進む。何このロボット。まあ敵なんでしょうね。まあなるべく一回で勝負をつけたい。惜しかった。カメハメハだ。ビーム。オッケー、バンニーロボットをアップした。こういう時は、まだ進もう。下なんでしょうね。穴が開いた。強制的にバトルか。辛いですね、これは。どうやらブルマ捕まってる？そうなんだ。どうしよう。しかしここをとどまってるわけにはいかないよね。バンチを倒さないと。え？ 3？ 必殺じゃないと無理？いや結構これ強敵かもしれません。いいですね。勝った。連続攻撃。避けた？避けたな。防御力は9なんで、高かったのかも。OK。あと18。OK。勝ったが、でも防御力9なんで避けちゃいますね、相手は。おお、勝った。これはダメージを食らった。やりました。このダメージよく済んだもんや。
あ、パイパイだ。パイパイとバトルですね。でもまあそうでしょうね、必殺があるから。 OK、 あ、攻撃かしやがった。あー、ダメだ、負けた。でも防御力が高い。また負けた。おー、なかなか決まらないですね。これは引き分け。カードバ、これがカードバトル。勝った。蹴りか。避け合えた。相手強いな、これ。まあ、相手を6ですからね。え、全然決まらない。必殺。難しい。勝った。必殺しかないのか、もはや。あ、60もヒットポイントあんのか、こいつ。いけー。3しかダメージ食らってない。つらいな。うわ、ドドンパ、やばい。うわ、死にかけじゃん。もうこれやるしかないです。負けたら終わり。うわ、激戦苦しい。これ戻れないの？いや、ヒットポイント2しかないな、やばすぎるやろ。こうか、出ましょう。どうやって回復するんだ。負けたら終わりです。できないのこれ。持ち物があって、覚えておかないと非常に厳しいな。
続きいきましょう。やばくない？おお、引き分け、引き分け、お、勝った。あぶねー。回復できないのか。また敵だ。負けた。もう危ねえ。でも扇子とか手に入らないの？回復の要因が手に入らないのが辛いな。あ、よかった。ちょっとだけ回復した。神ハウス戻ってきた。全特化へ。占いバーのとこへ戻ればいいんだよな。どっちだ？ここだと思う。遅れで2ですね。全特化へ。だよな。入りましょう。話しましょう。お、占い。シンピラ浮上の柱に隠されている。浮上ってなんだ。シンピラ浮上前回一回行きましたよね。サキソフォンっていうのがいいみたい。あ、ドラゴンボールを持つためにサキソフォンを
しか使えないのかな、これ。なんか、フラ、これ、サキソフォンを吹くと、死んでしまうのかも。もしくは敵を呼んでしまうとかかな。シンピラフジをどうって、どこだっけ。マップで見ましょう。いやいや、マップわかんねえや。まあでもね、ヒットポイントが少ないんだよな。しばらくは慎重に。オッケー、少しずつ回復はしてきた。レベル3か。オッケー。ハッシュ券、ハッシュタグ券。まだか、まだレベルが上がらない。かな、様子を伺う。勝った、勝った。ん、シンピラ浮上ってどこなんだ。シンピラ浮上って右かな。シンピラ浮上は、全特会、あっちじゃない、なんか雪みたいなとこだから違う。まだ1だけ残った。勝った。二重残像剣、お、レベル8に上がりました。なるほどね、ヒットポイントは増えないんだ。うわ、様子伺ってる。結構強敵ですよ。でも連続攻撃倒しました。バトルです。うわ、相手に攻撃された。でもかわした。防御力が高くて助かった。こちらを攻撃だ。
なんだ、レベル1か。あ、奥さんだ。好きなことも考えないといけないからな。必殺技温存しましょう。そう、君は悪いところだなということで、再び新ピラフ城へ。新ピラフ城になります。進みましょう。右、あ、かわいい舞。なるほど、ピラフの、あの仲間たちですね。我輩の恐ろしさを申し合わせてやる。ピラフマシーンだ。いや、後ろ後ろ。戦う。レベル4で40、まあ、なかなか強いです。負けた。ロケット砲食らう。避けた？どうだ？避けた。よかった。簡単にはならないな。簡単には倒せない。同点だ。カード運が悪い。あんまり必殺使いたくないんだよな。でも OK、 連続攻撃。まだやられない。これで決めてはいたけどな。十残像剣、あ、結構上がるんだ修行。とりあえずピラフマシーンは戦います。ウクレレレベル3か。負けた。防御が高くて助かった。わ、もうこんなの無理ゲーやん。勝ったが、オッケー。最後まで好きと思うんで使っちゃダメだと思うからな。
バックアップ取りつつの、ここでサケソボを使うとどうなるの？サケソボは使えますね。ドラゴンレーダーは使えない。変化はない。どんどん進んでいきましょう。まず同じコメントか。むやみに使っちゃってますね。壊れちゃうんかもしれない。2度目のウクレレ。これで仕留めさせるかな。あ、よかった。ドラゴンボールだ。竜神柱ゲット。見ましょう。プロは2人。コンバリーは、あれ、行かないといけないのか。じゃあまた、使い道通行みたい。問題はカードなんだよな。カード運が悪い。2。さあ、タンバリンとの対決です。
と思うんだな。防御力は、なるほど、まず防御力高いカードからいきましょう。あ、やれるか。あ、必殺は効かない、ダメだ、強い、これは厳しいな。あっと、今日伺ってこれ3枚カードなくなりましたからね。負ける？あ、よかった、カード。ようやく勝ち。だが相手も8なんで勝ちますね。あー、ダメだ。お、よく勝した。レベルは高いからなんでしょうね。これ行こう。おー、相手も必殺技だったか。よし、ようやく勝った。避け合えた。65だからな、相手。ようやく初めてダメージ与えたが。高い順で行こう。食らわなければ良い。 OK、 勝った。6ダメージしか食らわんのか。様子を伺ってよ。タンバリンもいい数字を出すな。わ、これは厳しい。 あとは全部これか。勝った。おーっと、必殺技だ。ハッシュ剣。おお、やりました。危なかった。なんで石像がなんで、出るしかない。どうや、出るし、あ、出るを選び、出る選択肢なかったからこれでいいんだ。上でいいんだよね、正解だよな。負けた、逃げた。孫悟飯、あ、負けた。修行チャンスやったのに。敵だ。
負けた。だが防御力が高かった。引き分け。相手もやっぱり出すカードいいカードになるな。一発で勝負決めましょう。中略。バンニーロボット？レベル4ですね。まず防御力の高い順からいきましょう。OK。おっぽってこと？負けた。10。どうだ？お、かわした。ナイス。勝った。カードバトル面白いな。勝った。が、防衛攻撃を重ねた。まずこれでこれでこうかな。あーナイス。あー負けた。これは当たるな。あナイス。でも次が問題だ。あ勝った。20ダメージ。これは様子を伺う。どうだろう。おお、かした。結構下のあのカードも大事ですね。あと1だ。ようやく苦労してんな。レベル上げないと無理だから、もうちょっと鍛えていこう。レベル5の番長だからな。こうかな。いけますね。最初はやっぱり防御で行った方がいいな。様子を伺っている。だ必殺技の
炸裂を飛ぶ止めることはできた。まだレベル上がらない。レベル上げておきたいですね。様子を伺っている。もう勝った。まだ5残っている。これは当たらない。防御力が高いからな。お、勝った。だいぶ回復してきましたね。だって木ばっかりだ。ダメージ、あ、あかん、食らっちゃった。まただ。お、これは稼いだ。やばいな。じゃあこれだ。やっぱり食らっちゃったらダメですよね。レベル上がった。こうかな、むしろ。OK。OK。お、1だ。負けたが、でも。監視だ。いや、逆かな。こう、こう、こう、こうだ。もう様子伺っている。ちょっとやばいかも。出るが、でも攻撃かわせた。問題は次だ。あ、勝った。カリン島へ到着です。フラグなんでしょうかね、これ。走ってみましょう。ほら、ウバが通船人ってやつに人質。行けないのか。
か床です。冷静すぎる。天津飯とチャオズが超能力でウパを助け出したってなってますね。レベル相手をレベル7ですからね、油断はできない。避けられた。強いな。状況によっては死ぬかもね。 OK、 様子を伺っている。ちょっとの相手にダメージを与えられなかったらちょっと痛いかな。どうかな。あかん、ドロンパ食らう。結構つらい。あかん。よし、よし。あ、避けられた。6だからな、相手の防御力が。あんまりダメージ与えられない。あー残念。お、1ダメージしか食らってない。こうで、まあこうするしかないよな。あー負けた。必殺技は使えない。勝った。21まだ残っている。様子を伺っている。助かった、うん、あーこれか。必殺技使えない。勝った。オッケー、勝った。が、4か、4だからな。返されちゃうな。ああ、これは終わったかな。いや、これきついだろう。無理だろう。こんなの。無理です。はい。浮上感ですね。ここからなんか。これはきついな。
候補。クラウンだ。これは厳しいと思うよ。ハメハメハ。どうだ？当たった。まだ15残っている。これ避けた。次だ問題は。あ、でも引き分けだ。これは入った。14か。だろうな。オッケー。でこれでカリンのとこへ向かうんだけど、しばらく訓練しないとしんどいですね。特にやっぱり回復しないとしんどいと思う。オッケー。4か、ウクレレ4。どのタイミングに入るかって結構重要だよな。中に入ると逃げられないからな。防御力も低さも見ないとね。やられたら終わりだしな。強いからな。あ、1だけ残った。これはいけるでしょ。300ぐらい稼がないと無理だからな。修行だ。え？これか。これ。これ。ダメでした。わずかに及ばず。4枚だからな。
攻撃は最大の防御。これでいこう。あ、でも相手は強いな。これは多分ダメージ食らわない。5だからな。こちらも普通。え、何？お、よく避けた。ナイス。20残像剣。では10なるとこまで鍛えないと難しいかも。勝った。ダメージ与えられたが2か、まあこれしかないよな。よっ、来た。厳しい。相手防御は強いか。無理だな。してもオッケー。二重残像剣。当たるかな。9ダメージ。攻撃力は1なんで。
ームだからまあ強いよな。オッケー、ハメハメハー、当たった。レベル上がりました。しかしさ、もう一つレベル上げたいよな。だか、まあ守備力4だからな、これはいけるでしょ。17、この攻撃力、お、結構ダメージ与えた。でもこれはこれでいい。 OK、 連続攻撃、残り10、全部か。全国会2ダメージか。ロスをかかっている。これはいいでしょう。まだ4残ってんのか。これはダメージ与えられないんじゃないの。あ、与えたか。どうかな。30残像剣、あ、さすがに食らうか。必殺技だしな。お、ほら食らう。31、様子をうかがう。あ、これは避ける。あ、決まった。
から押しでいけそうだな。ダメージ与えなかったか。あ、やば、食らってしまった。防御力高いか、これはカース。あ、言えなくなった。どうかな。あー、食らってる。あんだ、カーした。オッケー。レベル10になるまではちょっと動かん方がいいな。あ、相手を防御が合うから、防御力高いから、これは避けられる。そうそう、伺う。あれ？OK。これは食らうな。お、これでかわすのか。言うのはやな。OK。あ、にしかダメージ与えられない。これは。よく隙を伺う。これは当たらないだろう。全部。いや。いやー、どうかな。あ、一応当たってはいるが。食らった。8ダメージ。強い相手が。さ、問題は次だ。おー、これ、危ない危ない。力上げないとしゃあないしな。あ、違う。OK。
これはダメージを食らうだろう。 OK。 OK。 ロボットだ。レベル4か。なんかバンニーロボットワンピースに見えるな。ダメっぽい。もう一貫した。まあ8だからな。足が連打が避けた。あーくそ、相手の方が強い。2ダメージ少なく済んでよかった。これは効かなかった。うん、これとどめ刺す。1回目で30残像剣。レベル10になるまではちょっと動かんじゃん。こう修行。これか。お、結構修行アップしたな。圧縮剣。いけそう。頭圧縮剣だ。
ダメだ。え、あー、そうかそうか、1だと勝てるんだ、逆に。じゃあこれだ。これは受けられるよな。合格。君にかかるか。よし、これでレベル10にようやくなりました。危ね。まあでもレベル10だから倒せ、避けられたのかな。よし、ポイント80はでかいな。全部か。オッケー。あ、どうなる？オッケー。これは様子を伺う。攻撃だが当たるのか？当たった。ちょっと微妙だな。どれも。これ連続攻撃はいいんだが。ちょっと微妙か。ここに入るのはまだ怖い。4か。
くないな。駒がいいよ。あ、入らず。やるしかないってことですね。対戦です。レベル7かな。カードは悪くないが60あるかな。相手も OK。連続攻撃だったな。 OK。 17だ。残り、あー、出会えた。だが攻撃をかした。お、勝った。しかも連続攻撃だった。おー、鶴仙人再度勝負して勝つことができました。孫悟空、ありがとう皆さん。ということで、ここからどうすればいいんだろう。あるかと思ったんだが、変わらないな。あ、かりんとうが追加された。落ちてきましたって言っても2だからな。どんどん登っていきましょう。存在化体力は思うけど、どこまで登るんだ？
銀のシューズを履けば仮島に登れるようになりますよ。あ、履かないと登れないのか。また登るか。ダメージを食らわない。頂上が見えてきた。神様と出会える。出会い系。ドラゴンボールを7つ集めろというわけだ。浸水。あ、レベルが上がった。降りましょう。嘘だ、ここにドラゴンボールがあるんかい。どんどん降りましょう。フォートへ降りてきた。何もないな。行きましょう。ペンギン村へ向かうっていう感じですね。
さあ次は天神村に向かうってことで、天神村に行きたいとこなんですが、こちらは次回に、したいと思います。ということでドラゴンボール大魔王復活2回目、ここまでとなります。ぜひよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。スイッチのアカウントフォローですねお願いします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画は2日後 YouTube にアップロードプレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。はい、 YouTube チャンネルサブスクライブド&ムービーグッドボタンプリーズ。 This live archive my YouTube チャンネルアップロード2 days afterそして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロープリーズ。ポストリポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ドラゴンボール2大魔王復活ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。